え本日2024年5月24日10時29分。えー、本日はですね、まあそこそこ眠れてるんですけども、まあまだ声がちょっとかすれ気味なんですが、えー、今日一度、えー、30分ほど前に得点確認した時ホワイトソックスさんとオリオーズさんの試合が2対2だったんですけども、まああの、基本的に今日の朝、まあ晴れで、で、まあちょっとまあ曇って、 出るんですけどもあのー、ちょっと特典の行き方がおかしいんですよね。その、まあ、ホームページに記載している通り晴れで3点、まああのー。オリオールさんの方にその3点が行ってそのどうなるかって言ったら、あのー、晴れ間が、えー、どちらかというと多分向こうはアメリカの方はナイターだと思いますので夜に雨,雨が降った方が賢いんですよ。 でだから夜の段階でそちらの方がまあ曇っていってもらった方がまあいいと。で、こちらが、えー、晴れをキープして太陽光パネルを、えー、発電すると。まあ、逆も同じなんですよ。夜になったら、まあ、例えば22時ぐらい。 まあ、21時、2時、えー、それぐらい。まあ、だんだん、試合の途中経過から、まあ、曇りになっていけば、まあ、最終的に22時か23時ぐらいから雨が降って、 で、朝まで。で、また朝から晴れてくれたら、まあ、太陽光パネルが稼働しやすい、えー、ダムの水もなくなるということがないと、まあそういうふうな形になりますので、まあ一応先ほどその辺のことを考えたら、コンピューターさんからの、まあ、電波で、えー、OK という声が聞こえてきたんですけども、まあ選手の人たちに伝わっているのか、まあ誰に伝わっているのか、まあ名前がわからないのでちょっと分からないんですけども、まあこちらの方で公表して 聞きま,す、ね、まああの日本時間との実は考えてもらったらまあこちらが朝の10時ぐらいの頃にその2対2途中まで、えー、イニングはまあ 5, 5回か4回ぐらいだったと思うんですけども。 ええー、まあまあ、なんせ時間で言うと。だからまあ、その辺のところお互いうまく調整したら、えー、まだまだ自然再生可能エネルギーの可能性はありますので、まあ、その辺のところをご対応していただけると助かります。以上です。